皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。ということで本日もワーク実況プレイやっていきましょう。前回はカルノタウルスを孵化したところで終わったんだよな。何これ。いや、それ言うたらお前誰？解説おじさんです。そんなメンバー知らんぞ。お前普通に喋れるんかい？てか解説おじさん言うとるんならちゃんと解説せんかい。いや、状況が理解不能すぎて無理だったわ。まあとにかく尺長くなっちゃうとあれなんで、今回は何をやっていくんだ？そうですね、今回は今画面にも見えるカルノちゃんを育て上げ立派な恐竜軍団を作っていこうと思います。いや、でも確かこのカルノは前回刷り込みができずに育てることを放棄されたんじゃなかったか？そうですね、彼女は前回、私たちの手厚い介護によりこの世に生を受けた。しかし、蓋を開けてみれば刷り込みの条件が全然無理ぽな感じで、私たちは育てることを放棄したのだった。いや、私も仲間に入れないでもらいます。刷り込みができない彼女の罪はとても重く、その名をもって自分の罪を一生背負っていくことになったのさ。え？ちなみに彼女の名前は何と言うんですか？彼女の名前は伸びしろなしこ、クソダサくてわろた。彼女には一生この十字架を背負ってその罪を償ってもらうよ。彼女が何をしたって言うんや。まあてな感じの茶番はさておき、本当に刷り込みしてないことを証明するために今から倍速のままここに居座り続けようと思います。待てない方はスキップして飛ばしてくれると嬉しいんだぜ。それじゃあダイジェストどうぞ。まあそんな感じで待っていたんですけども、あまりにも成長が遅いということで今はアルゲンをテイムしています。いつもは罠ばっかりでテイムしてるので、たまには罠なしの自力テイムで行こうと思います。まあでも今はアルゲンも逃げてるし、もうすぐで昏睡すると思いますがね。この必殺クロスボウの力ですぐにでも眠らせてあげますよ。眠っちゃったのはお前のクロスボウの方だったな。そう、ここで壊れるのはさすがにだるすぎー。あのアルゲンはもう射程範囲外に行ってしまったんで、一回クロスボウ直してから出直しますかね。そういえばいい感じのレベルのアルゲンはかないなと思ってたんですけど、脇処理するのを忘れていました。なのでのり潮に乗って脇処理しつつアルゲンを探していこうと思うよ。というわけでアルゲン発見しました。捕まえるアルゲンは飛ぶだけしか使わないので20から30レベルが望ましいですね。ハイレベルを見たところ290レベルの論外なので次行きましょう。いや、むちゃくちゃもったいねえな。あそこにもアルゲンいたので見てみます。カルノとサソリに攻撃されているから注意するんだぜ。お、20レベル来たー。このアルゲンは絶対に捕まえるよマリサ。おー霊夢、だったらまずは周りの恐竜の処理だな。そうね、よしするものスコルピウス撃破。う、しかしここで新しいアルゲンの登場だ。ふ、私のことを舐めてもらったら困るわマリサ。6年間アークをやり込んできた私の実力、とことんさらせやー。おめえさてはキャラコンゴミだな。うんちぶり。ということでまたアルゲン見つけたんでやっていこうと思うよ。今度は周りに恐竜もいなくて安全にセーブができそうだな。サソリもいますが、まあ攻撃当たらないし後で相手してあげますか。そしてこいつは20レベル覚醒演出。さすがにこの機会を逃しちゃいけないぞ。ふっ、マリサ、私を誰だと思ってんだい。昏睡テイムは蝶のようにマイハチのように刺す。恐竜界のメイウェザーと呼ばれた私の実力を見せてやんよ。ボディがダメみたいやったね。さすがに切れそう。それから霊夢たちは来る日も来る日も低レベルアルゲンを探し続けた。脇率こそ高いのでたくさん見つけることができたのだが、周りの肉食恐竜に襲われたり海に沈んだりした。アルゲンはトラップさえ使えば簡単に低レベルできるのだが、霊夢のエンターテイナー魂がそれを許さなかった。そうやって非効率なアルゲン低レベルを試みて3時間後、ついにその時がやってきた。というわけでいきなり走り回っているところから始まったんですが、今後ろの方でラプトルとトラに追いかけ回されています。なので一旦兵糖のり潮に移して安全を確保していきたいと思います。よし、これで兵と勝ったやろ。あっちの方で戦ってくれてるな。あとそういえばこのアルゲン何レベか見てないわね。こいつは10レベだな。いい感じのレベルだし、こいつをテイムしちゃおうぜ。ではテイムまでカットしました。やっとテイムし終わったな。だけどレベルはたったの14か。
でもマリサ、レベルは14だけどこのアルゲンは私たちの大切な仲間よ。テイムしたからには目いっぱい可愛がってあげましょ。そうだな。まったく、霊夢からは学ぶことばっかりで本当に感謝しかないぜ。ふ、そんなに褒めないでちょうだい。じゃあとりあえずこのままじゃ呼びにくいしアルゲンの名前を決めようぜ。そうね、うん。よし、決めました。今日から君の名前は、若造じゃボケー。いやもうサイコパスやんこいつ。あんな感動的なムードに持っていってからこんな名前つけるとかもうガチモンの鬼畜ですやん。マジで頭の暗黒腐ってるんちゃうか。消費期限2年くらい経ってるんちゃうか。マリキン？私は世の中の厳しさを教えてやっただけだよ。まだ社会人にもなっていないのに。この恐竜世界は弱肉強食。弱い者は淘汰され強い者だけが生き残るのさ。なのにこの鳥はテイムされた分際で生き残ってるのはこの世界の仕組みに従ってないようで腹が立ってくるだろう。いやまったく。だから名前だけでもこの仕組みにちゃんと従えるように愛情を込めてこの名前に決定いたしました。若造ちゃんこれからよろしくね。いや無理やり温和なムード出しに行こうとすな。もう BGM の力で何言っても無理だよ。ふ、じゃあ私はどうすればいいの？なんかもうめんどくさいしおならでも出しとけば。わ、わかったわ。じゃあ皆さん、せーの。トマーシャク稼ぎ終了したので今はサソリのテイムしてます。動画も終盤なのであとラクトルとトラもテイムしていこうと思います。よし、ようやくテイムし終わったぜ。てかそういえばなんでいろいろな恐竜をテイムしてるの？それはこの企画の肉食島を安全な島にするという目標を達成するためだぜ。自力で恐竜をテイムできればその場所でも暮らしていけるだろうからな。なるほど。でもあとテイムしていない恐竜が一匹残ってるわよ。おお、そうだな。さすがにこのティラノをテイムできれば肉食島では敵なしと言ってもいいんじゃないかしら。そうだな。では最後にティラノをテイムできればこの企画を達成したことにしよう。ほんと？じゃあ霊夢頑張るわ。おお、じゃあ早速テイムしに行くんだぜ。というわけでいい感じのティラノがいたんでこいつを連れて行こうと思います。というわけであらかじめ作っておいた罠にぶち込んでフィニッシュ。体力が少ないので回復するまで待ってからテイムしようと思います。はい、あれから時間が経って体力回復したので早速テイムしていきましょう。この島では最後のテイムになりますが元気にやっていきますよ。ということでクライド島のカット編集。よし、やっと眠りました。それではテイムできるまでカット。よし、ようやくテイムできました。おっテイム、ついにティラノをテイムできたか。うん、マリサ、私これでこの島のすべての恐竜をテイムすることができたよ。そうか。それじゃあ約束通りこの企画の目標は達成だ、レイム。今お前をこの瞬間からこの企画から解放する。うん、わかってはいたけれどついにこの時が来ちゃったんだね。最初はティラノに追いかけ回されてばかりで何もできなかったけど、ここまで強くなれたのは私びっくりだよ。そうだな。あとここに来る前とではレイムの実況も少しは変わったな。前のたるんだ実況のような面影は全然なくなった気がするので。うん、私少し実況のコツというかやり方がわかったのかもしれない。そうか、じゃあこれからは視聴者様が楽しめるような動画をどんどん出していけるな。そうね、私たちでこのチャンネルをもっと盛り上げていくわよ。それでは次回は私たちの拠点で会いましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。